こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、まあ、今朝もね、ちょっとね、興味を科学するチャンネル千葉修二さんのね、朝ライブを毎日ね、毎朝6時半、まあ日曜日はね、ちょっとね、やってないんですけど、まあ月曜日から土曜日、毎朝ね、ライブをやっている中でのね、ちょっとね、学びを今日もね、話そうかななんて思います。まあそのね、動画のリンク、まあ下にね、貼っときますので、まあ11月15日のね、分のやつをね、見てもらえると、このね、話、もっとね、内容の自分が話す、まあ自分がね、ちょっとね、気になったことだけをね、今日、今話すんですけど、もっともっとね、30分間内容の濃い話をね、いつもされていますので、まあ毎日ね、見ていただければ、まあ1ヶ月後にはね、ちょっとね、自分自身もね、変わっていたいっていう、そんな風にね、変わりたいっていうような、そんな気持ちで、毎朝ね、見るようにして、それで、まあ気づいたことをね、今日ね、ちょっとまた話そうかな、なんて思います。それでね、まあ先日からね、何回も話をしている、そんな話なんですけど、皆さん自己肯定感って低いですか高いですかっていうようなね、そんなことで、まあ自分はね、自己肯定感、まあ、高くはなってきているけどまだまだだなーなんて、そんな風にね思っている、そんなね中で、まあ自己肯定感ってね、どういうふうにね、測ることができるかっていうようなね、そんな話ですごくね、分かりやすいんですけど、それがね、どういったことかっていうとね、今の自分のね、給料がね、まあそれがね、自分のね、まあ自己肯定感のね、低さとか高さっていうことにね、なります。まあ自分のね、今の給料で満足してますかって、満足してる人は1、満足してない人は2をね、押してくださいって言うと、チャットでね、バババババってね、1111とかね、2222ってね、出てきて、僕はね、やっぱりね、満足してないっていう風にね、なりますと、でもね、それって実はですけど、そのね、給料でね、満足しているから、そこでね、止まっている。まあ、日本ってね、まあ、失われた30年とも言われていて、全くね、給料が、まあ、上がっていない。それでね、先進7カ国 G7 の中でもね、一番低い、まあ、給料っていうことでね、もう30年何もね上がってない横ばいのね状態だけどね、他のね先進国っていうのはどんどんこう右肩上がりでね上がっていっているっていうようなね、そんなことなんですけど、まあ今はね韓国よりも低いっていうようなね、そんなね状態なんですけど、まあそれっていうのはね、やっぱりね、日本人っていうのはまあ自己肯定感のね低い人のね、まあ集まりで、それがね、まあ有事、まあ戦争とか、有事っていうとね、戦争とかね、そういったことをね、まあ、あとね、災害とか、そんなことをね、言うかもしれないんですけど、今のね、この日本自体がね、まあ、有事かもしれないっていうようなね、そんなことをしていて、まさにね、自分もね、そうだなーなんてね、そんな風にね、思いました。まあ、例えばですけど、自分のね、体重とかね、こう、体型っていう、それね、今満足してますかって、そんな質問があった時、自分はね満足してないって言うんですけど、いやそれはね、まあ、2 1、ま、満足してる人は1、満足してない人は2を押してくださいとかって言ってね、まあ自分2って押してね、まあ結構2222ってみんな2を押してるようなね感じなんですけど、でも実はそれはね、嘘だよって言って、まあそれ満足してるから、まあそういう体型をしているって、まさにねそうかもしれないなーなんて思いました。まあ体重もそうですけど、まあ自分ね、食べる甘いものすぐね食べてしまう、ダイエットね何回も挑戦しても何回もねこううまくいかずにまたね食べてしまうっていうようなね、そんなことをね繰り返している。まあもしかしたらね、この体型でねもういいやってね、どっかで諦めている、まあ今のね年収とかそんなのもね、この今の日本っていうのもね、まあもうしょうがねえわみたいな、そんな風にねどっかでね、まあ思ってしまっている。なんか自分ではね、もっと年収上げたいとかね、体重もっとね、まあ、体型を良くしたい、体重を落としたいとかね、こうにね言ったりしてるにもかかわらず、どっか心のね潜在意識とかそういった中でもしかしたらね、それをね、まあ、拒否っていうかね、これでいいやっていう風にね満足してしまっているっていうのがね、本当にね自己肯定感がそれだけ低いと、まあそうなってしまうのかななんて、そんな風にね思っております。まあそのね、話されている、まあ千葉修二さんはね、まあ月収2億をね目指しているっていうことで、まあ2億になるとね、まあ日本のね、まあ高額納税者のね10位以内ぐらいに
になって、それでね、まあ斉藤ひとりさん名前出てましたけど、斉藤ひとりさんみたいに1位を取りたい、そんなね、まあ志っていうかね、もう高い目標とかそんなのを持ってねやっていて、まあ自己肯定感が高い人っていうのはね、もうどん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 それにねステップアップしていく、まあこういうふうに斜めに行くんじゃなくて、なんかねこうあったら平らに行ってズドン、平らに行ってズドンってね、そんな風にね上がっていくっていうことで、まあ自分はねずっとずっと平坦で、もしかしたらねちょっとね下がっているのかもしれない、まあそれっていうのは現状維持しようとしているっていうのはね、結局はね、まあ、下がっていくっていうことだと思いますので、やっぱりね、まあ、こう目標をね常にね持って、高い目標をね持って、それに向かっていくっていうことをねしていかないといけないななんて思いました。まあ自分はね今はね本当にね高い目標っていうものがね設定しきれていない、まあ夢にはね、まあ、年収何百万とか何千万とかね、そんなようなね夢をね書くんですけど、まあそれに向かって何が行動しているかって言ったらね、全くね行動していない。いない。なのでね、まあ、現状維持もしないでもマイナスに、ね、なっていくのかな、なんてそんなこともね、すごくね、感じました。それで今の日本人ね、本当にね、パンデミック状態。まあ、皆さんね、もう多くの日本人がね、まあ、無気力、無関心、無感動、それでね、無無っていうね、まあ、夢がないっていうようなね、そんな日本人でね、溢れているっていうことですので、なのでね、日本っていうのは、まあ、どん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 こう、他に失われた30年、まあ、多分ね、こうなんかね、給料もしかしたら変わってないっていうかもしれないんですけど、それっていうのはね、他が上がってる分、日本ってね、本当に下がっているっていう、そんなね、状態だと思いますんで、日本を元気にするには、一人一人がね、こういった、まあ、気力、無感動、無関心、無無っていうものをねなくしていかないと日本ってね良くならない。それでね、ちょっとヤフーニュースでね気になったニュースがねあるっていうような、そんな話をしてたんですけど、まあ、日本のねファイヤーさんが倒産して、それでね、まあ、友達の知り合いの紹介でハワイにね、まあ、行って、そこでね、まあ、アルバイトを始めたら、そこのアルバイトでね、まあ、年収1000万、本当にね、チップの世界っていうことで、チップだけでね、まあ本当に、1000万超えてしまうみたいな、そんなね、ようなね、まあ暮らしっていうことで、まあここでね、思うのが、あ、羨ましいなーでね、終わるんではなくて、何かね、自分も、そういった、向上心がね、ある人とかね、肯定感が高い人っていうのは、よし一丁自分もハワイで何かやってやろうみたいな、そんな風にね思ったりするっていうことなんですけど、自分はね、あ、そうなんだってね、終わってしまいそうな、そんなね感じなので、やっぱり自己肯定感すごいね低いんだなぁなんて、そんなこともねすごくね感じました。なのでね、まあ毎日ねそういった気づきがあるね、この共謀感靴チャンネル、本当にね、自分はねこうアーカイブでもね残ってますんで、見ることもできますし、何回もね絶対ね見た方がいいなって、そんな風にね毎日ね、まあ自分のね学びになっているっていうようなね、そんなことで、まあこれね学びになったなで終わりにするんではなくて、まあそこからね何か自分が一歩ね踏み出さなければいけないなーなんて、そんな風にね思いました。まあ自分のグループでもね、ちょっとね、まあ大谷翔平さんのね、まあ話をね、こう例に出してちょっとね配信したものがあるんですけど、まあ自分、大谷翔平さんってね、まあ、シーズンを終えてね感想っていうのはね、まあ不安でしかないっていうようなねことをね言っておりました。まあそれであれだけ活躍しているのに不安でしかないって、なぜかなって思ったら、やっぱりね活躍すればするほど来年はね自分を研究し尽くして、またね、試合に臨んでくる、まあ、選手たちがすごいたくさんいる。なのでね、自分がそれを超える進化をしなければ、まあ来年はね、活躍できないんじゃないかっていうようなことで、まあ本当にね、自分を進化させていく。まあ自分はね、ずっと同じこと、こうやってね、毎日 YouTube やって、Facebook で投稿して、Twitter でね、いいねを行って押して、みたいな。なんかね、ずっと同じことをやっている。なんかね、こう、一歩踏み出す何かをね、挑戦してないなっていう、そんなこともね、感じましたので、すごくね、何かね、自分を、まあ、変える、何か、こう
こうちょっとねそれがねまだ見つかっていないっていう、何それをねちょっとね見つけていかなければいけないなって、まあ、こういうね向上心持っていれば必ずねそれがね降ってね自分のところに、まあ、来るとは思いますけど、まあそれをね今ちょっと探している手探りのね状態かな、なんてそんな風にね思いました。はい、ではね今日はね毎朝聞いている今日科学するチャンネルのね千葉修士さんの話聞いてね、ちょっとね自分がすごくねこう思ったことっていうのがね まあこんだけね10分もね話せるようなそんな思いっていうものがね出てきましたので、ちょっとその話をしてみました。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。